ベルデ・ビスコンティベルデ・ビスコンティは、ミラノの選手ベルナ・ボ・ビスコンティの娘で、オーストリア公、レオポルト3世の妻。ベルナ・ボ・ビスコンティと、妻レジーナ・デッラスからの間の15人の子供の中では年長だったと考えられる。名前は、青緑色を意味する、ラテン語、ビリディスに由来する。1365年、オーストリア公爵家の一員で、 シュタイアーマルク修行のレオポルト3世と結婚した。夫との間には6人の子供が生まれた。1386年に夫がスイス中部への遠征中、全伯派の戦いで八国同盟の軍勢に敗死した。未亡人となったベルでは、クライン地方の実地比修道院に隣接する村屋敷を買い取って隠居した。同修道院の寄進者の帳簿に、1397年、 1404年、1414 14年の3年度に、渡り彼女の名前が残っている。修道院長のアルブレヒト・フォンリンデックは、自身の経営能力の欠如から修道院の財政状態を悪化させており、彼はたびたび修道院の土地を担保にして、公爵未亡人から高額の融資を受けていた。修道院のミサでは、ベルデと彼女の両親、 戦死した福君の魂の救済を祈るように取り決められた。死後、ベルデの抵当に入っていた土地はすべて修道院に返却され、彼女の遺体は生前の医師の通り修道院の敷地内に葬られた。なお、クライン地方の首都、ライバッ派にも隠居所を所有していた。ウィキメディアコモンズには、ベルデ・ビスコンティに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。